の将軍、無事でよかった。ただいま戻りました。それでどうだったのだ。連邦は戦いをしないと。申し訳ございません。交渉は決裂いたしました。この無能者、何のための交渉だ。失敗するようでは交渉とは言わぬぞ。まるで役に立たん男だ。お言葉ですが、こうして無事戻ってこられただけでも。お前、誰に口を聞いているんだ。交渉ごと一つできん男など死んでも惜しくないわ。お叱りはごもっともです。しかし今は連邦の攻撃に合わせてこちらも対策を取った方が。そんなこと分かっている。で、そういうからには取るべき策を考えているのだろうな。はは、こちらに作戦書をお持ちしました。何？バカ者！こんなリスクの高い作戦ができるか！しかし、我が方は予備兵も含めて1万人しかなりません。少ない兵で勝算を立てるにはその策を置いて他にないかと。どいつもこいつも無能者ばかりだ。もういい、作戦は俺が立てる。お前らは指示あるまで待機しろ。はっ、承知いたしました。見張り交代の時間ですよ。モルデナ村に駐留する連邦軍は今のところ動く気配はないぜ。たまに伝令が来ると別の奴がその先へ行く。その繰り返しだ。やはり提督の言っていた連絡網の中継拠点はここだな。つまりここさえ押さえれば各地に展開した敵の部隊は互いに連絡が取れなくなる。部隊単位で孤立させられるってことだよね。だったらどうしてすぐに攻撃しないの？一番効果的なタイミングは戦いの始まる直前か始まった後。それ以前では連絡を絶ったことを悟られてしまうでしょう。とにかくウィラー提督からの指示がない以上待機するしかないな。それじゃあ、見張りに行ってくるわね。行ってきます、お兄ちゃん。二人とも気をつけてな。ところで、マクレン、聞きたいことがあるんだが。あ？なんだい、改まって。俺やリッキーは連邦に追われる身だからカコンシス側へ着いたが、それにマクレーンまで付き合う必要はないんじゃないか。心配してくれるのはありがたいけど、
俺には帰る場所なんてねえんだ。まくれ。そうだな。お前には話してやるよ、すべてをな。オーマイガー。俺は一体どうしちまったんだ。くそ、思い出せねえ。マリーは、マリーはどうしたんだ。マリーを、俺の妹のマリーを知らないか。俺のたった一人の妹なんだ。化け物だ。どうしたんだ。何に驚いたんだ。仕方ない。とりあえず冷たい水で頭を冷やすか。マリー。これが俺の顔。それ以来、俺は左目を隠し、人前では絶対に鎧を脱がなくなった。そんなことが。こんな継ぎはぎだらけの体のせいで、村の連中にも恐れられた。それに、たった一人の妹も、魔導研究所で死んじまったみてえだ。俺がこの戦争に付き合う理由はただ一つ。ギザロフの野郎を。ぶち殺すためだ。あの、そのギザロフという方があなたの妹さんを殺したのですか。姫はお優しい。だが状況から推測するにその疑いが強いのですよ。まず第一に、マクレーンが記憶を失っている間、ギザロフの魔導研究所に囚われていたらしい。第二に、研究所の中でマクレーンの妹の指輪が見つかった。そして、ギザロフという奴は、目的のためなら、どんな非人道的な手段だろうが、平気で用いる男ということ。奴のせいで、我が村は。俺は、妹を奪い、俺の体をこんな風にしやがったギザロフを許せねえ。絶対に追い詰めてやるんだ。将軍、あと少しで加工室王城が見えてきます。だがここまで進軍する間に加工室側の兵を見かけないな。何かを企んでいるのでしょうか。そればかりはわからん。だがそのために部隊を複数に分け、包囲陣形になるように進んできたのだ。そろそろ伝令を出し、各部隊に通達させろ。出撃命令はまだでしょうか。もう敵が目の前まで迫っているのですよ。このままでは戦わずして負けてしまいます。もういい、お前に任せる。前に提出した作戦で敵を追い払え。恐れながら、あの策を使うには遅すぎます。別の策を考えるにも時間が限られます。戦場はこの城とそう離れぬ場所になるでしょう。そこを何とかするのがお前の仕事だろうが。お前らは俺がいなくては何にもできんのか。とにかく何とかしろ。はっ。
いどながらね。実は今回はちょっとした予防線を張ってあるんだよ。予防線です。姫たちを敵の情報中継地点に待機させた。事前の偵察で敵は部隊を複数に分け、こちらを包囲するようだと分かったんでね。早速彼らに行動開始を命じますか。では私が手配してまいりましょう。
こちらの半分くらいだ。しかし隊長、我々の任務を考えると、何としてでも全滅は避けねばならん。総員に次ぐ、この村を放棄して脱出する。誰でもよい、逃げ延びた者はこのことを他の部隊に連絡するのだ。散開。は、連中こっちに気づいたみたいだぜ。一人でも逃がすとまずい。できるだけこの村の中でケリをつけるんだ。
We'll be right back.
Yeah.
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 誰か一人でもいい。カコンシスの攻撃をアルガン将軍に伝えるのだ。いいな。はWhat?
頼む、誰でもいい、生き残ってある。待機して戦いの様子を見る。すぐに終わるようなら城へ戻ることになるだろう。
が来ないのだ。伝令も戻ってきません。それぞれの部隊が孤立しているとしか。どうしたのだ、ノイマン殿。申し上げてください。突然核の地図軍の攻撃に遭い、私を含め部下数名を残し全滅いたしました。おそらく他の部隊も確固撃破されているだろう。悔しいが完敗だ。これ以上の戦いは傷を広げるだけだ。総員退却。いや、皆さんお疲れ様。おかげでどうにか勝てましたよ。でも私たちが戦った相手って数も少なかったし、そんなに強くなかったから。強い強くないと戦略的拠点とが一致しているとは必ずしも言えませんよ。それに直接の戦力に強い兵を揃えたいと考えた敵武将の気持ちもわかる気がします。つまりあなたたちが戦ったのは相手の急所だったのですよ。それにしても提督、敵との戦いだけに集中できないとは毎度ながら辛いことですね。全くです。ここにいながら思ったことを瞬時に先生に伝えられれば便利なんですけどね。そんな都合がいいものがあるならぜひ見てみたいですね。全くです。どうしたんだマクレン。提督、それって聞いたことがあるぞ。こちらの思ったことを相手の鏡に映し出すってものだな。そのようなものが。それがあれば便利ですが、提督。大体の場所は分かっている。俺が案内するぞ。それでは君たちはその鏡を取りに行ってください。またいつ連邦軍が攻めてくるかもしれません。できる限り急いでください。わかりました。では早速出発します。頼みましたよ。早く敗退するとはな、アルダンよ。申し訳ございません。懲罰は覚悟しているだろうな。はい。では処分を言い渡す。将軍の地位から降格。以後バルク将軍の部下として配属する。バルク将軍、それは貴族でもない者の下につくくらいならいっそ死を選んだ方がマシです。せめてランフォード将軍のもとに。よかろう。ランフォード将軍はこれからすぐに出撃する。お前は休む暇もなく再出撃になるが、それでも良いのだな。はっ。ではそうするとしよう。せいぜいランフォードの下で手柄を立て汚名を晴らすことだな。ランフォード将軍に準備が終わり次第出撃しろと伝えておけ。はっ。